こんにちは、小原です。今週のウィークリーレッスンでは、練習場ではうまくいくのにコースに行くとなかなかうまくいかない、そういった方にアドバイスをさせていただきたいと思います。この原因はですね、さまざまな原因があるわけなんですが、今回私が日頃レッスンをさせていただく中で、ちょっと目立つポイントを絞ってですね、ご紹介させていただきたいと思います。ぜひ心当たりのある方は練習場でしっかりと練習をして克服してください。そうすることで必ずスコアアップに役立ちます。それでは、まずですね、練習場とコースの差が出てしまっている方、どういったところに差が出てしまっているか、それはやはりスイングなわけなんですが、具体的に言いますと、例えば練習場ではこのように、このようにバランスの取れたいいスイングができているのにもかかわらず、コースに行って乱れる方というのはこうなります。ちょっと極端かもしれませんが、特にドライバーショットですとか、ちょっと緊張する場面、池越え、バンカー越え、そういったプレッシャーのかかる場面で、少し体に力が入ってしまう、そして打った後に後ろの方へ後ずさりしてしまう、こういったシーンをよく見かけます。こういったところに思い当たる節がある方、ぜひフィニッシュをしっかりと取るということを意識していただきたいと思います。もう一度ちょっと私打ってみますね。しっかりと打った後にフィニッシュを取ります。この時ボールが着地するまでフィニッシュを止めておくということを意識的にトレーニングをしてください。そしてその時のポイントですが、ちょっと下半身に目をやっていただきたいんですが、右足が地面に対してしっかりと垂直に立っているということがポイントです。このように右足が地面に対して垂直に立っているとですね、重心がしっかりと左足体重になっています。ですから打った後に後ろに後ずさりするということはできないというわけなんですね。ちょっと心当たりのある方、ぜひ練習場でフィニッシュの形というのをしっかりと確認しながら練習をしていただくことで、練習場とコースとの差、スイングバランスが大きく崩れてしまうということがなくなりますので、練習場と同じようにいいショットが打てるようになるというわけです。それではもう一球私もやってみたいと思います。そして最後に打った後に自分の右足を自分の目で目視してしっかりと地面に対して垂直に立っているのか確認するところまでが練習という形でやっていただきますと、バランスが良くなっていきますよね。ぜひ試していただいてスコアアップに役立てていただけたら嬉しく思います。